水素チャンネルニュース第180回2023年6月10日号。この番組は水素エネルギーに関するニュースをお伝えするラジオ番組です。お聞きいただきましてありがとうございます。アナウンサーの新居浜めちすです。今回はおよそ2023年6月3日から6月10日までのニュース記事35本です。では、スタートです。次の4本の記事は、同じニュースです。記事1番、6月6日の NHK ニュース。水素エネルギー普及へ。政府が基本戦略決定。官民15兆円超投資へ。記事2番、6月7日のレスポンス .jp。燃料電池車は商用車に重点、政府が水素基本戦略を見直し。記事3番、6月9日のジェトロ日本貿易振興機構。日本、6年ぶりに水素基本戦略を改定。世界市場を視野に、日本、引用。日本政府は6月6日、水素基本戦略を6年ぶりに改定した。記事4番、6月9日の日本経済新聞。水素基本戦略、電力需要頼み。炭素熱気で産業界誘導を。次の2本の記事は、同じニュースです。記事5番、6月8日の環境ビジネス。川崎重工、大型液化水素運搬専用の貨物タンクを開発。高断熱性能を実現。引用、川崎重工業は6月6日、大型液化水素運搬専用の貨物タンク CCS カーゴコンテンメントシステムの技術開発を完了したと発表した。記事6番、6月10日のニュースイッチ by 日刊工業新聞社。川中が大型液化水素運搬船の貨物タンク技術開発、供給網商用化へ。次のニュースです。記事7番、6月8日の環境ビジネス。三菱造船、アンモニア燃料供給装置の研究開始。白洋大型低速エンジン向け。引用。三菱造船は6月5日。スイスのウィンターツールガス&ディーゼルと技術検討を共同で開始すると発表した。記事8番、6月9日のテレビ愛知。持ち運べる水素。コンビニで水素が買える時代の到来。手のひらサイズで40リットル分。脱炭素化に向けて水素化マグネシウム。次の3本の記事は同じニュースです。記事9番、6月8日のジェトロ日本貿易振興機構。ジェラ、米国の火力発電で水素混焼に向けたガスタービン改造工事完了を発表、米国。日本、引用、ジェラは6月7日、米国ニュージャージー州のリンデンガス火力発電所6号機で水素利用に向けた改造工事が完了したと発表。記事10番、6月8日の電気新聞。ジェラ、米ガス火力で水素混焼開始、最大4割、ガスタービンを改造。記事11番、6月9日の環境ビジネス。ジェラ、米国火力発電所を改良。最大 40% の水素混焼が可能。次のニュースです。記事12番、6月6日の神戸市公式ノート。神戸市交通局が水素バスを導入した本当の理由。記事13番、6月7日の産経ニュース。水素タクシー。未来へ発信。神戸 MK が燃料電池車導入。引用。同社の隣接地に先月、日本エアリキード。との共同運営で水素ステーションを開設したことに伴う導入。2台がタクシーとして稼働している。記事14番、6月8日の日本経済新聞。
JFE、エクソンと水素パイプライン開発へ。記事15番、5月18日の北海道電力。水素製造設備の運用開始について。引用。当社は、本日、当社と馬頭あつま発電所の隣接地において、水素製造設備、1メガワット級水電解装置及び水素出荷設備の運用を開始しましたので、お知らせします。記事16番、6月9日の横浜市。横浜港のカーボンニュートラルポート形成に向けた水素利活用調査結果を年度報告会で発表します。記事17番、6月9日の中日新聞。トヨタの低炭素水素プロジェクト、県の認証取得。元町工場で燃料に使用。引用。県などは、二酸化炭素の排出が少ない再生可能エネルギー由来の水素を、低炭素水素、として認める制度に基づき、認証した。記事18番、6月9日の中部経済新聞。世界初、液体水素燃料のカローラで24時間耐久レースを戦い抜いたルーキーレーシング。次の3本の記事は、同じニュースです。記事19番、6月9日のトヨタイムズ。水素エンジンデルマンに挑戦、豊田章男がフランスで語ったモータースポーツへの思い。記事20番、6月9日のカーウォッチ。トヨタ、豊田章男会長が水素エンジンレーシングカーをルマンで世界初公開。水素は軽く、4P もない、と紹介。記事21番、6月9日のオートスポーツウェブ。トヨタガズーレーシング。将来のルマン参戦を見据えた水素エンジンコンセプトカーを公開。引用、6月9日。将来の参戦を見据えた水素エンジン車両のコンセプトカー。GRH2 レーシングコンセプトを発表した次のニュースです。記事22番、6月9日のオートスポーツウェブ。リジェ、ルマンで水素エンジン開発者 JS2RH2 を発表。ボッシュと共同で技術構築目指す引用、6月8日。世界初公開した。記事23番、5月17日のヤマハ発動機。水素小型モビリティエンジン技術研究組合、ハイスの設立認可を取得、脱炭素社会の実現に向け。水素小型エンジンの開発と普及に向けた研究活動を開始。記事24番、6月9日のネド。競争的な水素サプライチェーン構築に向けた技術開発事業の2023年度第2回。公募に関わる実施体制の決定について。記事25番、6月7日の日本経済新聞。群馬県、板倉ニュータウンでグリーン水素を活用。記事26番、6月7日の FTV 福島テレビ。水素分野でも連携へ。ドイツから州の代表と企業団が福島県を視察。水素製造施設を訪問。引用。ドイツノルトラインベストファーレン州の代表や企業団約40人は、6月7日、訪れた。記事27番、6月9日のリムエネルギーニュース。インペックス。欧州北部準州ダーウィンを拠点とするクリーン水素ハブ構築へ。引用。インペックスは7日。事業化検討調査を首都として豪州政府に申請していた補助金が、100万オーストラリアドル付与されることになったと通知した。記事28番、6月7日の乗り物ニュース。大気が世界初、コンテナ船を水素燃料化。飛行機能。段ボール能。進む企業の、排出ゼロ、アプローチ。引用。
ナイキが2023年5月、世界初という水素燃料の内陸コンテナ船 H2 バージ1を進水させました。記事29番、6月8日のジェトロ日本貿易振興機構。現代自動車。広州市に海外初の水素燃料電池工場を刊行、中国。韓国。引用。現代自動車グループは6月1日。人工州を刊行したと発表した。6月中に量産と販売を開始する予定。記事30番、6月5日のコリアウェーブ。韓国、未来移動手段、水素電気トラム、海外認証評価完了。商用化目前。引用。産業通商資源省は2021年から2年6ヶ月間で422億ウォンを支援し、海外認証機関の第三者評価を同時に実施した。記事31番、6月7日の AFP 通信。中国、無炭水化海水の引採地方電気分解による水素製造を実現。引用。今回の洋上パイロットテストは5月中旬と下旬に福建省、福岡湾の洋上風力発電所で実施。記事32番、6月8日の亜州経済。現代時、水素モビリティ先導都市。ソウル造成網、締結。引用。7日。ソウル市の市内バスや空港バス。通勤バスなどを水素バスに転換するための、水素モビリティ先導都市のソウル造成業務協約、網を締結。記事33番、6月6日のジェトロ日本貿易振興機構。世界水素技術会議が仏山市で開催。引用。中国広東省仏山市で5月22日から26日にかけて、水素分野の国際会議第10回、世界水素技術会議 WHTC が開催された。記事34番、6月6日のジェトロ日本貿易振興機構。ルクセンブルク、グリーン水素でポルトガルと連携強化、ルクセンブルク。ポルトガル。引用。ルクセンブルクのエネルギー、国土整備省は5月30日。ポルトガル政府とグリーン水素、輸入に関する協力覚書を締結。と発表。記事35番、6月8日のジェトロ日本貿易振興機構。米プラグパワーなど、フィンランドでのグリーン水素生産加速へ、フィンランド、米国、引用、米国のプラグパワーは5月30日、フィンランドで3基のグリーン水素プラントを開発すると発表した。ニュースは、以上です。今回お届けしました記事へのリンクは、動画の説明欄をご覧ください。最新ニュースへのアクセスと2000年からの過去ニュースの検索は、ウェブサイト水素チャンネルへ。アドレスは、https://p-a-k-a-g-i/h2.net/h2 です。次回は、6月17日土曜日の予定です。また、お会いしましょう。お相手は、新浜めちすでした。バイバイ。